のエムスペはゲストにもこためめめちゃんをお迎えしています。さてここからはセッションをお届けしたいと思います。ということでこの人にまたねもう毎度ですよ登場してもらいましょう。シンガーソングライターの坂上陽介さんです。エムスペリスナ調子はどうよ。あれどうした、ま、どうした、ま、毎度のことだけどとか言ったのに、あれあれ安定のイラスト屋さんではないのか。あれ誰ですか。あれおかしいな。可愛い耳がついてますね。可愛い耳がついてますね。なんかパンダ。実はね、エムスペプロデューサーから3日前に、うん、坂上くんさみたいな、何の動物が好きって唐突に振られてパンダですって言ったら分かったって言って、なんか今日パンダのキャラになって登場してるっていう。やばい。そうですね、なんかバーチャル体をついにイラスト屋さんから進化して手に入れたと。肉体を得たんだ、ね、ただねリスナーさんの反応によっては、うん、もうすぐイラスト屋に戻る可能性があるっていう。そんな、うん、リスナー次第です。修正可能案件らしいので気に入ってたんやけどね、あれはね、まあ、あれは、うん、まあ、あのリスナーさん次第ということで、ね、頼むから受け入れてくれと心からお願いしたいなと。可愛いパンダさんですよとお願いします。じゃあ今日も歌っちゃいたいと思いますけれども、はい、何歌いますか今日はね。どうしよう今日はね、うん、あの誰もが知る誰もが知る国民的ヒットソングを国家スケールでかいね。うん、歴史感たっぷりやもんね。なんだなんだ国家じゃなかったら何なんだ。オフィシャル同じあれですよ、言うてみたらこのミュージシャンでいう J-POP なんですけど、うんうん、オフィシャルヒゲダンディズムさんの、はい、好きです。はい、グッバイをやりたいなと。グッバイやりましょう。グッバイ。なんだっけこれさ、私英語で読めないんですけど、プリテンダー。プリテンダー。プリテンダー。うん。プリテンダーだそうです。今すぐ意味をエムスペリスナーさん皆さん書き込んでほしいなと。書き込んでくださいね。見ますんで。ね。じゃあ楽しくね。歌っちゃいますか。行きましょう。やりましょう。じゃあ行くよ。はい。はい。ワン。始まれば一人芝居だ。ずっとそばに立って結局ただの観客だ。感情のない I'm sorry、 それはいつもどうになれてしまえば悪くはないけど、君とのロマンスは人生から続きはしないことを。違う設定でもっと違う関係で願える世界線選べたらよかった。もっと違う性格でもっと違う価値観で愛を伝えられたらいいな。そう願っても無駄だから。グッバイ。君の運命の人としてピンとこなくて、飛行機の窓から見下ろした知らない街の夜景みたいだ。もっと違
違う設定でもっと違う関係で願える世界線選べたらよかった。だって純な心で叶った恋を抱きしめて好きだとか無責任に言えたらいいな。そう願っても無しのさ。繋いだ毛の向こうにエンドライン引き伸ばすためにうずき出す未来には君はいない。その事実にくない。いや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 、そりゃ苦しいよな。ライブでね、2人があれだけ歌ってくれたからグルーヴもバッチリですよ。ガッチリハマりましたね。楽しい。楽しかった。よかった。緊張しなかった？ちょっと緊張した。大丈夫。でも楽しかったよね。やったー。じゃあ今日はあともう一曲お届けしましょう。はい。何にしましょうか。もう一曲どうしようかね。ねえ。何にしようかな。何がいいかな。じゃあやっぱスタジオライブで歌った曲とかも歌ってみたいよね。そうだね。ね。それなら、夜遊びさんの夜にかけるとか。いいね。歌ったね。ねえ。そう、あの曲はね。いけちゃいますか。どうですか。もちろんいけます。やったー。じゃあ行っちゃいましょう。夜にかける。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。沈むように溶けてゆくように二人だけの空が広がる夜にさよならだけだったその一言で全てが寂しい目をしてたんだ。いつだってチックタックと鳴る世界で何度だってさ触れる心ない言葉うるさい声に涙がこぼれそうでもありきたりな喜びきっと二人なら見つけられる。騒がしい日々に笑えない君に思いつく限り眩しい明日を明けない夜に落ちてゆく前
信じてたいけど信じれないこと、そんなのどうしたってきっとこれからだっていくつもあって、そのたんび怒って泣いてくる。それでもきっといつかはきっと僕らはきっと分かり合えるさ、信じてるよ。ということで、はい、楽しかったね。楽しい。パンダ兄さんも感動しちゃったわ。パンダ兄さんになっちゃった。パン兄感動してます。パン兄ありがとう。パン兄のギターかっこいいぞ。パン兄のギターありがとう。パン兄とめめめちゃんとここでお別れの時間みたいです。寂しい。寂しいよ。やだよ。やだよ。やだよ。どうでしたか今日。あのね、めっちゃね、最初は緊張してたんだけど、やっぱりスイちゃんと話すと緊張が飛ぶ。すごいよ。嬉しい嬉しい、うん、よかった。楽しんでもらえたならね、うん、またおしゃべりしよう。来週もだってありますからね、うん、そうだ ね来週もよろしく、うん、はい、お願いします。パンニー。パンニーです。パンニーあれパンニー、みんなもついてきてくれてるかな、このキャラに。いやもう惚れ惚れでしょ。きっとね、もう惚れてる。今多分ガチ恋が 5,6 人ぐらいはできてる。やっぱ、ね、みんな男の子かもしれないけどね。そ そうだよね。そうだよね。うんうん、ありがとうございました、うん、今回のゲストはもこためめめちゃん、そして坂上陽介さんでした。 ありがとう。ありがとう。星町水星のミュージックスペース。ホロライブプレゼンツ星町水星のミュージックスペース、そろそろエンディングのお時間になってしまいました。なんかね、今日はね、タイムキープがいいらしい。今日はバッチリらしいわ。いつも延長してんだけど、もうね、めめめちゃんとね、2回目だけども、スタジオライブから数えてね2回目だけども、話も弾むし楽しいし、お歌もバッチリだし、ちょっとね、なんかいつか動画とかもね、出したいよね、歌動画とかね。ね、なんか橋のめめちゃんがうんうんってグッドボタンを見てます。はい、ということで来週もゲストにめめめちゃんをお迎えしてお届けしていきますよ。来週もセッションもちろんやりますので、お楽しみに。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしております。メールは水星@joqr.net です。ツイッターでのつぶやきは全部ひらがなで、シャープ水星ミュージックでしてください。
そして私の YouTube チャンネルへのチャンネル登録、私の Twitter もフォローよろしくお願いいたします。そしてもこたメメメちゃんの YouTube チャンネルへの登録もぜひよろしくお願いいたします。さてこの番組は毎週日曜日の17時に配信となります。そして番組の前半パートが星町彗星公式 YouTube チャンネル、後半パートが文化放送 V&R チャンネルで翌週日曜日17時にアップされますので、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ということでここまでのお相手は彗星のごとく現れたスターの原石、星町彗星でした。イエー。